助けが必要みたいね。何も恐れることはない。任せて。さあ、行こう。待ってたぜ。助けが必要みたいね。
なんとかしなければ。油断していたようだ。敵の力を見誤ったようだ。さて、困ったね。上場の戦果ね。君に救われるとはね。もちろん感謝しているよ。まだ獲物は残ってんだろうな。敵将討ち取った。上場の戦果ね。元気に任せておけば安心だな。いい流れね。君がいれば何も恐れることはない。さあ、行こう。一緒にお願いね。私にやられたいの？これで満足？任せて。勇者の登場だ。ここでくたばれ。
私にやられたいの？これで満足？いい流れね。呼びましたか？私にやられたいの？これで満足？いいんだよね。私が真の三国無双よ。いますか？ねえ。いらっしゃいませ。また来てください。
助けが必要みたいね。敵の力を見誤ったようだ。さて、困ったね。君に救われるとはね。もちろん感謝している。全力で行くぜ。勇者の一撃だ。次こそは勝ってみせるぞ。元気に任せておけば安心だな。いい流れね。私は真の三国無双よ。
私にやられたいの？これで満足？フォローだ。いい流れね。私が守り抜かないと。一緒でよかった。今回も頼りにしてますからね。君とは息が合ってきたね。何度も助け合ってここにいる。
私にやられたいの？これで満足？セン、倒させてください。私ごときの叶う相手じゃなかったです。敵将打ち取った。責任感だけでこれほどの活躍はできない。元気の才覚には目を見張るばかりだ。にかけてお前を止めてみせる。任せて。次は負けぬ。上昇の線引き継ぐ訓練不足が招いた結果、真摯に受け止めよう。いざ参る。私にやられたいの？これで満足？俺にはまだなすべきことがある。上昇の戦果ね。元気に任せておけば安心だな。フォロー殿、私の邪魔をするならば消えてもらう。打ち取った。上出来ね。出るからには責任を果たさないとね。俺が不覚を取るとは。
知らしてやる。全力で行くぜ。勇者の一撃だ。うまくいったぞ。この身に変えても。よし、文句なしの戦果。私にやられたいの？これで満足？元気に任せておけば安心だな。いい流れね。私では世界を救えぬのか。上出来ね。私が守り抜かないと。君とは息が合ってきたね。何度も助け合ってここにいる。一緒でよかった。今回も頼りにしてますからね。次は負けぬ。精鋭分隊の間にかけてお前を止めてみせる。私が出る。訓練不足を招いた結果、フォローディング真摯に受け止めてやる。上場の戦果ね。モノノフの魂、この槍にて貫かん。この身に変えても。ありがとう。私にやられたいの？これで満足？我が闘志、まだ燃え尽きてはいない。敵将打ち取った。責任感だけでこれほどの活躍はできない。あなたが元気の才覚には目を狙えるばかりだ。一気に決めよう。一気に決めよう。ならば消えてもらう。よし、いいぞ。ダメだ。応援しなきゃ。よし、いいぞ。急所は見抜いた。楽しそうです。どうにかける。大戦況を認めます。耐えられる。攻め続けろ。魂に刻むくらいで。その力に敬意を尽くし、今は聞こえ。ずっと見つめてます。上昇の戦果ね。グッドラー。いい流れね。今は後にすることも。呼んでくれた。何よあんた。
次に会ったら許さないから。上々の戦果ね、上出来ね。よし、私の役目果たさなくては。ここの景色、洛陽によく似ている。みんな元気にしているかしら。打ち取った。マリーもお手伝いします。私の役目果たさなくては。ここの景色、洛陽によく似ている。みんな元気にしているかしら。打ち取った。マリーもお手伝いします。私にやられたいの？これで満足？
私の役目果たさなくては。ここの景色、落葉によく似ている。みんな元気にしているかしら。俺に勝てると思ってんのか？笑わせるぜ。上々の戦果ね。責任感だけでこれほどの活躍はできない。元気の才覚には目を見張るばかりだ。マリーもお手伝いします。私にやられたいの？これで満足？敵将打ち取った。私の出番のようですね。よく呼んでくれた。登場だ。来たよ。私がお相手しましょう。呼ぶのが遅いですよ。私にやられたいの？敵将これでまず打ち取った。元気。見事なお仕置きです。上出来ね。攻めるなら今。これで満足。来るぜ。
間だけでこれほどの活躍はできない。元気の才覚には目を見張るばかりだ。いい流れね。上々の戦果ね。私にやられたいの？これで満足？元気に任せておけば安心だな。いい流れね。力を見誤った。さて困ったね。私にやられたいの？これで満足？見事なお仕置きです。
私が真の三国無双よ。いい流れね。上出来ね。君はその豊かだな。何がと野暮なことは聞かないと。そうなのか。それはすまなかった。以後この話題は避けよう。謝らないで。私もあなたの黒髪が豊かなのが気になってそうきたか。いらっしゃいませ。また来てください。いらっしゃいませ。また来てください。玉木殿。そうです、元気様。わかった。真意が知りたいなら尋ねるしかない。刹那殿のところへ行きましょう。刹那兄様の犯人は、でもきちんと向き合わないと。刹那さんのところへは行かせないわ。身に変えてもありがとう。戦地からも攻めさせてもらうよ。出始めにあれをもらおうかな。あの拠点を取られれば味方が動きにくくなる。侵入される前に彼女を止めましょう。いい流れね。俺が不覚を取るとは。
が相手になろう。行くぞ。よし。一つ、私にやられたいの？これで満足。聞かせて。刹那殿はそんなに大いに欲しいの？そうみたいだね。そのためなら家族とも戦えるって言ってた。だから話し合おうなんて考えない方がいい。きっと刹那さんもその子エナジー満タン。上場の戦果ね。その冷静な足置き、しびれます。同じ可憐な乙女として私も負けていられません。このままではまずい。どなたか援軍を。敵将討ち取った。上場の戦果ね。大きなネズミめが罠にかかりおったか。してやられたか。このままではまずい。どなたか援軍を。あなたは刹那殿が本当に好きなのね。はい。おじさまが亡くなった10年前から本当の兄弟のように育ちましたから、ずっと憎まれていたなんて全く気づきませんでした。慈悲を請おうとも、今更聞き入れはせぬ。待たせて。私が出る。つまらん。この戦場には飽きた。上場の戦果。責任感だけでこれほどの活躍はできない。元気の才覚には目を見張るばかりだ。いい流れね。のうちに本陣を攻めないと。マリーが行きます。押されている。このままでは耐えられる。上場の戦果ね。このままではまずい。どなたか援軍を。私は真の三国無双よ。助けていただけるとは片付けない。
このままではまずい。どなたか援軍を。やめないでください。私にやられたいの？これで満足。私の名はマリーローズ、よろしくお願いします。うまくいったぞ。私にやられたいの？これで満足？お願いできる？任せてくれ。耐えられる？俺も力になるぜ。一刀にかける。耐えられる？応援しなきゃ。元気に任せておけば安心だな。いいぞ。いいのだろう。楽しそうですね。おお、最高に渋いぜ。技ありだぜ。その調子です。よし、いいぞ。コスモガードみたい。魂に刻んでやるぜ。よし、いいぞ。今こんな感じでいいかしら。これで満足。いい流れね。押されている。このままでは。裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけ。三奪者がのこのこやられに来るとは。それとも邪魔な俺を倒しに来たか。違います。私は刹那兄様と話し合いがしたくて。俺は王になる。勇者の登場だ。譲らないというのはお前を倒す。遅いです。エナジー。それ以外話すことなど何もない。あなたは傷つけるのも厭わないほど。これで満足。この子を恨んでいるの？そう。それにしては迷いのある動きだけど。ここは引いてやる。だが二度と甘い考えで俺に近づくな。次はどんな手を使ってもお前を倒す。そこまで私が憎いのですか、刹那兄様。いえ、そん、玉木殿、そん、申し訳、そう、ね、あなたは本当に王になりたいの？家族と戦ってまで。あ、スキリー様、刹那兄様。おっと何もないところで転ぶとはな。玉木はいつまでたっても子供だな。まあ、お前はそれでいいさ。俺たちはずっと守ってやるから。大切な人を守るためにその人を傷つけてしまうこともある。私は玉木ちゃん、これ
泉が少し元気になったでしょ。だからこの辺で一斉に作物が実ったんだって。玉木ちゃんにお礼がしたくてみんなが持ってきてくれたんだよ。心配をおかけしました。一つ皆さんにお願いがあります。この世界を救うために私と共に最後まで戦ってください。ああもちろんだ。そう。ありがとう。まあ。攻めるなら今。君とは息が合ってきたね。何度も助け合ってここにいる。の才覚には目を見張るばかりだ。いい流れね。私にやられたいの？これで満足。マユ。ありがとう。時は来た。攻め立てる。よし、こちらの思い通りだ。モノノフの魂、この槍にて貫かん。我が闘志、まだ燃え尽きてはいない。
純情の戦果ね。俺が相手になろう。行くぞ。私にやられたいの？これで満足？一緒でよかった。今回は頼りにしてますからね。無双よ。覚悟することね。さあ今こそ攻めかかれ。なしの戦果だ。
軍隊の間にかけてお前を止めてみせる。私にやられたいの？これで満足？訓練不足を招いた結果、真摯に受け止めろ。上々の戦果ね。元気に任せておけば安心だな。これで満足？私にやられたいの？これで満足？いいね。いい感じ。このままではまずい。どなたか援軍を。私にやられたいの？これで満足？助けていただけるとは、かたじけない。全力で行く。すみません。勇者の一撃だ。じゃないよね。上出来ね。あの、そう、承知しま、お願いします。追撃を振り切らねばなりません。急ぎ味方との合流を目指しましょう。観念しやがれ。誰
かが山賊に襲われているようですね。こちらも厳しい状況ですが、見捨てられません。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に大切な腕輪を取られてしまって。それはひどいですね。私たちにお任せください。泥棒です。って追ってきやがったか。申し遅れました。私はプラフタ錬金術師です。とはいえ私は人形の体、この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうだったのですね。わかりました。必ず腕輪を取り戻しましょう。私にやられたいの？これで満足。ここは一度引くしかないか。敵将撃ち取った。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。よくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。私にやられたいの？これで満足。なんだあれは。
のに勝てるわけがねえ。逃げろあのプラフトってやつの武器いい感じだぜ。博士もああいうの作ってくれねえかな。者ども、気は今ぞ。報告です。耐えられる。私にやられたいの？これで満足。敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。責任感だけでこれほどの活躍はできない。元気の才覚には目を見張るばかりだ。いい流れね。私が出る。私はただ前に進むだけ。いい流れね。さあ行きましょう。戦いたく。私にやられたいの？これで満足はない。だけど呼んでくれた。ここで終わりない。上昇の戦果ね。初めて見る兵器を簡単に。私にやられたいの？これで満足でしょ。操ってしまうとは。幅広い知識をお持ちなのですね。たとえ慈悲を請おうとも、今さら聞き入れはせぬぞ。つまらん。この戦場には飽きた。敵将討ち取った。その冷静な心機、しびれます。同じ可憐な乙女として私も負けていられません。ま、すぐに終わらせるさ。私にやられたいの？これで満足？ここは一度引くしかないか。クラフト様のおかげで逃げ切れました。なんとお礼を申してよいやら。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。ありがとうございます、クラフト様。わかりました。ありがとうございます。やったプラフト。
おや、そうですね。ありがとう。あの、え？どうなさいますか？すみません。ありがとうございます。ご指名とあらば喜んで。ようこそ。またのお越しを。いらっしゃいませ。また来てください。うん。うむ。うん。うん。そうだね。うん。うん？いや。俺様は鋼鉄のからくり人形だ。風呂で女と出くわしたところで惑わされはするか。やっつなり殿、ぜひ我らと来ていただきたい。お誘いは痛み入るが、得体の知れぬ奴のために働きたくはないのだ。なんという傲慢な物言い。ならば力ずくでも来ていただく。俺の出番だ。三成様はお兄様方に包囲されている様子、急ぎお救いしなければ。君がいれば何も恐れることはない。さあ
私にやられたいの？これで満足？行こう。私たちは最高の相棒であると認めます。さあ、一緒に敵をぶちのめしましょう。いいのならね。お兄様の配下は三成様を力ずくで動かそうか。三成様のお気持ちも考えて差し上げれば。元気のおかげで楽ができると言ったら怒るかい？断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬやつにホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とは言え、その言い草許せぬ。鬱陶しいのだよ。気に入らなければ力ずく。それがこの世界の流儀だ。恐れ。ミセン様、強引の先にお困りでしょう。私が安全な場所へお連れします。余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。信じてください。私はただあなた様を助けたいだけなのです。俺を助けたいというのなら策に協力しろ。この辺りの拠点を奪還してほしい。私にやられたいの？これで満足？余計なことはするな。ただ拠点を取ればいい。大将首を取ろうとするなどもってのほかだぞ。いい流れね。抵抗していた三成殿が自分から出てきたぞ。一体どういうつもりなんだ？もしやこれは何かの策では？まあまあやるではないか。では俺の秘策を見せてやろう。三成さんの考えが読めないな。みんな一旦彼から離れろ。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。鮮やかに敵の包囲を突破されましたね。そういえば秘策とおっしゃっていましたが。秘策などない。ただハッタリをかまして敵を脅しただけだ。喜ばしい限りです。援軍として参りました。元気に任せておけば安心だな。二の矢があったか。この先は敵の守りが厚い。そこで次の手、敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさぬよう秘密裏に頼む。石田三成って確か戦は苦手だったはずだけど、なかなかやるようだね。あの人の能力は大したもの。でも言い方で損をしているようね。私にやられたいの？これで満足だ。
調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。なんてこった、三成さんに一杯食わされたってことか。お見事です。これで流れも変わるでしょう。私も真の三国無双よ。私にやられたいの？これで満足？さすがに感づけたな。あと少しで策がない。変装した兵を敵にぶつけろ。障壁は排除した。進むとするか。三成様はすごいですね。いとも簡単に同士討ちを成功させるなんて。敵が間抜けだっただけだ。こんな戦が誇るに値せんよ。なんてお強いのでしょう。さすがは英雄様です。魔人の娘がさばいてやる。いざ尋常に勝負せよ。これで満足。そんな、やっぱり大きくないから。上々の戦果ね。落としてあげるわ。敵将討ち取った。ここまで来れば一安心か。お前たちもそれなりに役に立ったぞ。三成様。おい。え？おお、そうか。まあ、それは。はい。そうね。あの、まさか。さて、そんな。
さっさと行くぞ。困りましたね。この地のまたたびは我らのものぞ。ロセットどもを根絶やしにせよ。耐えられる？使っちゃった。このまたたび絶対に欲しいのに。今のはソフィー様の声。早く救援に向かいましょう。敵か。せっかく素材を見つけたのに、このままではやられてしまう。私にやられたいの？これで満足。小さくても守れますから。敵を倒したのに門が開かない。中から抑えられてるようです。諦めるわけには。このまたたびがあれば町のみんなを助けられるのに。多勢で子供を取り込むとは、このような分析見過ごせぬ。超紫龍が相手となろう。なんて強さだ。逃げろ。次は負けぬ。あなたはこの子の仲間か。私は超紫龍。直感の知恵を推察した。私にやられたいの？これで満足。この窮地を乗り切るため、共に戦おう。私も戦う。それが宿命だから。敵の増援が到来しました。しかもかなりの数です。敵はあなたが来た道に陣取ったようだ。突破するのは難しそうだな。だがここにとどまっていては追撃を受ける。速やかにあちらの道から退却しよう。一緒でよかった。またたび泥棒を許すわけにはいかぬ。皆の者、出陣にゃ。わしについてまいれ。このまたたびで万能薬が作れそうなんです。病気で苦しんでるみんなを助けたくて。みんなは巻き込めないと思って。私、そのごめんなさい。まさかそんな。弱き者、傷ついた者を放ってはおけぬ。どんな世界にいようとその思いは同じだ。兵たちを早く。私にやられたいの？逃げるのだ。お前たちの背をこの超紫龍が守ってみせる。
元気のおかげで楽ができる。と言ったら怒るかい？いい流れね。味方を救わんとする勇気、感服した。これよりは私も共に。さあ力比べと行こうか。いい流れね。ジョーンさん、私ソフィーって言います。助けてくれてありがとうございました。気にすることはない。ただ狼藉を見過ごせなかっただけのこと。さっき子供って言われたよね。私にやられたいの？これで満足。私ってそんなに子供っぽいかも。手伝おうか。戦いたくはない。だけどもう大丈夫だ。よく頑張ったな。やった。うん、はい。そうだな。終わってた。やった。はあ、あの、承知いたし、うん、ありがとう。あの、はあ、玉木殿。ああ、そうだな。ああ、うん。敵か。ノブニャカ様のもとへ行かせるな。敵も新たな英雄を狙っているようだな。倒しつつ目的の仕方を探す。いい流れね。私にやられたいの？これで満足。待て。もう消えただと。あの速さ、ぜひ配下にしたい。皆のも、力ずくで奴を捕らえるのだ。ウムラのあの男を欲するか。私はせぬぞ。無駄だ。ご苦労。なんという速さ。あんなことができるのはやはりあの男を手に入れるまで諦めぬにゃ。いきなりこんなとこに来ちまったけどよ。一緒にいたはずの親分はどこに。親分に何かあったら急いで探さねえと。止まれ、みんな奴を捕らえろ。見慣れない兵だが、俺を捕らえようってなら敵かい。捕れよ。うわ、強い。親分、犬みてえだな。他を当たるか。待て、止まれ。敵かい。追いつけるとは思えねえが、まあ一応門を閉めておくか。私の本気、
とくと堪能せい。行け、敵をあの男のもとへ行かせてはな。私にやられたいの？これで満足ならぬ。元気なおかげで楽ができる。分かる。いい流れね。ノブニャガ殿は私が引き受ける。早く彼を追ってくれ。これで先に進めるみたい。また邪魔しに来たのかい。けど俺の走り誰にも止めさせねえぜ。突っ走る。全然追いつけない。あの男、私にやられたいの？これで満足？なんでこんなに早いんだ。耐えられる。エナジー満タン。お前たちに恨みはねえけど、こっちも事情ってもんがあるんだぞ。次は負けぬ。俺の出番だ。これ以上足が動かねえ。修造殿、やはりあなただったか。ショーン殿、修造殿だよ。いや、そうだな。よ、そっか。だい。時継殿。修造。お。おう。よっしゃ。お、あ、そうだな。うん。鍛錬のつもりが実践になっちまったな。まあいい、始めるぜ。ノブニャがこれにあり。皆の者、勇み立て。せっかくお前たちと鍛錬に来たんだ。おすすめの戦い方を教えてくれよ。そうだな、この武勇だけでは勝利はつかめない。兵を鼓舞して士気を高めてはどうだろうか。なるほど、試してみる価値はありそうだな。修造、お前はどんな戦い方を進める？そりゃ決まってるぜ。とにかく突っ走って一瞬で型をつける。お前らしい。俺も一つやってみるか。参りましょう。俺に任せておいで。戦いたくはない。応援しているよ。だけど華麗だね。うん、いい感じだ。華
レーだね。勝負。応援しているよ。覚悟。これなら一体を率いようとも申し分のない働きができよう。ありがとうよ。お前のやり方結構役に立ちそうだぜ。あとは任せてもいいかい？裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。何の用だ。手伝おうか。遠慮はしないよ。私の名はマリン・ローズ。よろしくお願いします。
てやる。超支流マイル。超支流ここにあり。ムバタレご苦労。たとえ慈悲を請おうと今さら聞き入れはせぬぞ。お見せしましょう。これで何のようだ。呼んだかい。遠慮はしないよ。身の戦場に超支流マイル。火が湧いてきたようだな。モノノフとしては放っておけねえ。見せんじゃねえぞ。やるじゃねえか。お前も勇者目指してる口か。手伝おうか。遠慮はしない。身の下ろしは超支流マイル。
変です。化け物たちが大量に出現しました。鍛錬の仕上げにはちょうどいい。俺たちだけで決めてやろうぜ。よし、うまくいったな。危なくなったら手を貸すからな。無理する。超シリュウ、マイル。うんじゃねえぞ。やるな。眩しいじゃねえか。おい。人使いが荒いな。重曹の足には誰も追いつけねえ。とんでもないヤツだぜ。長山の超神、ここにある。超運は実力も度胸もある勇者だ。これからも切磋琢磨していきたいもんだぜ。私こそ真の三国無双だ。
ち取ったりだ。何のようだ。実力見たか。時津殿、お見事。勇者を名乗るだけのことはあるな。かっこいいぜ。時津殿。ああ。なんもそうだな。いらっしゃい。いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。